はい、どうもこんにちは。今回のお題目はですね、お菓子でございます。スイーツ、お菓子をテーマにちょっと書いてみたいかなと思います。いつものごとく、初めてご覧になられた方も、実は万年筆ですね、パイロットの書くのという、とても簡単に描きやすい万年筆を使っての万年筆画を描いていきたいと思います。さて、ではですね、どっから行きましょうかね。今回用意したのは、ソフトクッキーのパッケージのもの、それから黒豆せんべい、これ結構好きなんですよ。で、あとクランキーチョコと、中から取り出したチョコレート。いやー、ちょっとね、気温はそんなに暖かくないので今回は溶けないと思うんですけども、とりあえずチョコから書いてみましょうかね。チョコの裸の状態でございます。今日はグリーンから行ってみましょうか。新緑使って書いていきたいと思います。どうでしょうね、チョコレートってただこうなんとなくあれかな、こんな感じでこう四角書いてポン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 で終わり、これで終わり、終わりですか。まあ今回もね、よく見ていきましょうか。それでは、確かにこれでいいよね。確かにこれでいい。僕から見たね、視点からいきますからね。こうなって、ちょっとくぼんでいて、うーっと上がって、またこう、R ついて曲がってって、こう、長さ大事ですよね。ここくぼんで、こうなって、こう R で行って、なんか楽しいですね、これ。なんか楽しい。あ、こうか、下か。下行って、上がって、また R ついて、で、こっちからまた引いてくるか。こう、あ、なんかね、もうちょっと膨らんでこなきゃダメかな。ゆっとね。あ、こう、こうだ。こっちだ。下。下だ。下だって。で、こう来ます。これ繋がってる。なんとなくね。そして、この角度から見ると、台の部分って、下が広いんですよね。多分これ、チョコを流した時に、こういう風に入れないと出てこないんでしょう。まっすぐってあんまりないですよね。だからそれをこう書いて、下はね、くぼみないのでまっすぐ行きます。クランキーなんだけど、この部分には、クッキー生地は見られないですね。そんなことも発見しちゃうかな。せり上がって、ふぉー。一段落。そして、こっからまた個別になっていく。個室の方に入っていきますね。これもこう、個室の方に、R がついて入ってきて、それぞれが4分割で、あれ、これなんか意味あったんだよな。チョコレート、この間なんかやってたんですよ。チョコレートのね、この切れ目って、伊達に入ってるわけじゃなくて、折りやすくするためではなくて、温度が均一になんかなるためだったかな。なんかすごい深い意味があって、ちょっと驚いたんですよね。で、こう、これがハッチングして影がこう、チョコなので、すごい微妙なね、よく見たら影が出てるんですよ。いやー、これね、茶色じゃないからさ、ね、チョコレートになるかどうか、やってみましょう。はい。この辺にもね、影が出てますけど、全体的にね、こうやっぱり影はあるので、粗いハッチングをかけておきましょうか。テカっていうのはね、この結構上の部分。この辺はもう、こうね、中間ぐらいまでこう、なんていうのかな、影が出てます。こっち側もね、こっちの傾斜のとこ出てます。ただね、これ見てるとさ、食べたくなってくるんだよね。これはね、こう、いじめられてるみたいな感じで、またそれはそれでいいのか。よ。はい。ここもね、一応影見えるんです、ここから。
クランキーチョコ好きだね。ガーナチョコも好きですよ。ガーナチョコ一番私の中では好きかな。ここで買ってるんですけども、ここにね、なんて書いたんだろう、これ。ロッテだね。もうね、私の方の番組の方は何が、こうだ。宣伝されていても全然関係ないので、ロッテが入っていました。ここに。ロッテってですね。これもなんか書いてった方がいいかな。おー。全部に入ってるね。しつこいね、この辺がね。しつこいけども、まあ、型がそうなってんだろうな。ロッテって、はい、下も書いていきます。全部書いていきます。同じにね、同じに書いていきます。で、このテカリの部分どうしようかななんて思ってるんですけどね。やっぱりこう、どっかハッチングを入れつつ、テカリの部分は何か抑制していかなきゃなんないのかなっていう感じはしますけども。はい、書きました。そうだね。軽くなんかこう、テカリの中にも陰りがあるというか、手で触った部分はこうね、ちょっと溶けてるっすよ。あ、真似してこう横にすると出ないので、まっすぐにね、この下を下にしないと、インク出てきませんからね。それも覚えておくといいかな。ね、こんな感じで。はい。楽しい絵になってきました。で、終わらないよね。いつものごとく。当然ここに影が出てるわけです。これね、結構、今日の影は緩い影で、影までこうくぼんでる。緩めのハッチングでいいという感じですね。で、こっちにもまた別な正面からの影が、間空いてんだよ、この影がね。不思議なことに。こんな感じでございます。チョコはこれでできました。次はですね、なかなか渋いとこで黒豆せんべい行ってみましょうか。黒豆せんべい。これも各社出してますけどね。どうなんでしょうね。そのまま、緑でいっか。ちょっと、やっぱりインク変えてみるか。青にしてみます。クジャク登場です。こんな角度で描いてみる？こんな角度、ちょっと、どけて、これあまりにもさ、いつも思うんだけど、まあ撮影の関係上なんだけど、近いからね、かなりなんかトレースしてるみたいな感じ。まあ、スケッチ自体がね、ある意味正確にトレースしてってるわけですよ。ね、こんな感じで。これは、テカリの中に、ビニールのパッケージがあるからね。でもよく見たらね、こうじゃないんだ、これ。実は。こうじゃないんだ。こういうふうにね、ギザギザが切りやすいように、もしくはパッケージをこのビニールを切ったがためにできるギザギザがついていた。これを先に書きゃいいかったね。上下についております。上下に。これをね、見逃しちゃいけないですね。これが破るときに結構大事な切り口的な役割もするので、はい。こう書いていきます。そしてここに熱プレスによって封印されてますから、その部分をこう書いていきます。よー、ちょっとぐにゃってなってこう来て、こう、この歪みがなんか刑事ドラマで歪みってなかったっけ。あれ結構好きだったんだよな、浅野さんの。そしてプレスラインがね、こうハッチングのような十字、クロス十字のような、プレスラインがついています。まず横線引いちゃって、テカリの部分、テカリの部分があったから、そこはどっちかの線省略するか？適当ですよね、私もね。こんな感じで書いて、ここはね、結構暗いので、でこう来て、ここら辺も暗いです。ちゃ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 。
で、テカリが、あんまりね、顔動かしちゃうと位置が変わっちゃうから描いてる時のね、光り方が変わってくるんで、その辺も注意ですね。こんな感じで。うん。結構雑いね。あ、こう同じとこ描いてるよ。こっち細かったなぁ。まあ細いけども、こうなってますわね。細いなと思ったら、もう一本外に追加すればいいですよ、こうやって。はい。そして、こっちも同じように、まあ、下にね、クランキーは入ってるけど、そう省略しますね。こういう風にプレスのラインが、チャッ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 と入っております。テカリの部分は抜かします。はい、こんな感じで、チャッ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 と、こんな感じになってまいりました。で、透けて見えるんだよね、ビニールの中に。おせんべいが。こう目いっぱい入ってないんですよね、ここね。おせんべいの上にテカリもあるから、これを飛ばしてって、飛ばしていって、して おせんべいがいびつな形で入っております。意外と、こう、ほんと満杯に入ってないって感じなんだね。今ね、ペンを飛ばしてるところはテカリの部分です。テカリの部分を飛ばしていきます、こうやって。後でね、わかるよ。後でわかるって、今もすでにわかるか。はい。で、ここは、こうつなげるためにこっちから持ちた。テカリの部分が、こういう風になんかね、入ってるんですね。ここも、こんな感じで私の方から見えています。このビニールっていうか、これの包み紙のたわみによって生じる、その、なんかテカリなんだよね、これ。こんな感じで入れていきます。ここは、こんな感じで入ってます。あと抜いたとこ、ここ。これはね、こういうふうに入ってるので、こんな感じでテカリ関係をね、先に書いていくといいかなと、私の中では思っております。ヒュッ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 。ヒュッ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 。こんなね、いろんななんか影があったっすね。影っていうか、光がね。で、おこげが、ちょっと端っこの方に、そんなに、あ、濃く書いちゃったけど、ね、そんなに濃くないんだよね。こう、黒豆入っております。はい。これもなんか、パッチングで。厚みもあるので、厚みの部分はどうするか。実はね、この下に影が出てるので、これで厚みを持っていきましょう。こんな感じで。ね。で、おこげの色を今、ペンで、ハッチングで表現していってます。はい。ここはね、こういう風にしたかったのは、お豆がここにね、こう入ってるんで、すでにもう、色付けしちゃいましょう。ちゃん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 、ちゃん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 。そして、このパッケージに、印刷がされてるんですね。黒豆とか。そういうのもね、先に書いちゃうと、いいですよ。うん。そうするとね、位置関係が分かってくるし、位置関係が分かってくるし、下の、お豆の部分とかの重なりも分かってくるので、黒。これ黒ね。おー、なんか素晴らしい筆文字のようなものが書かれておりますよ。こうなって、こう。こう、こう、こう。いいよ。これうっすらと、うっすらとだけど、結構均等に塗っとかないとガサツになっちゃうので、ここ注意だね。はい、黒。黒。点々。点々。なんか点々がね、繋がって書かれてる。はい。黒豆ですね。豆はね、光の中に、ちょっとね、逃げてってるんですよ、ここ。だからよくちゃんと見えてないのが、お豆の感じ。感じってフィーリングの方じゃないよ。ねえ。活字のね、ことですから。これも歪んでるの、字が。はい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 。黒豆ちゃん、
の漢字を書いていきまーす。よよよ、なんとなくね、こうなんかメーカーさんの名前こう書いてんだけど、こう書かないかな、なんかねぐちゃぐちゃになりそうで、せんべい、せんべいはねもっとあの筆文字で太いんだけど、ここは省略して細い線で書いていきます。これね、アレンジしていくのも面白さの一つかな。でも基本的にはできるだけ見て忠実に書いていった方が面白いと思いますよ。はい、せんべい。あとはほらね、とりあえず黒豆の場所を見つけては書いていくんだけど、この埋まってる黒豆って意外としっかりと線が出てるわけじゃなくて、ふわーっとこうね、現れては消えて、現れては消えてしてますね。はい。お、ここにもいるね。で、よく見てくださいね。黒豆の中にもテカリ部分があるので、豆自体がテカってる？そこを見破っていかないとダメですね。で、ボケボケ、ボケボケ。これにもあると。あるよ。ね。なんか形になってたんじゃない？で、もうこの辺はこういう感じで、ぼかしていって、あとこういうところもね、シューッとこうやっていけば、あ、パッケージこうなってんだなみたいな感じでできてきますよね。で、この辺はもう大きな影が出ているので、ハッチングでこう光が入りつつ、なんかね、不思議なこうテカリが入りつつのハッチングになってきます。テカリの下を影が走っている、この辺がね、やっぱりどうやって描くんだろうみたいなとこの不思議な部分になってくるのかな。で、実は大事なことがあります。テカリは下のビニールにもテカリあるんで交差してます。テカリがここでこう交差してます。これを見破らないと、これが面白いとこよね。こんな感じでここにもこう下にもね入ってるので、ここがこう下の影です。どうですか、こんな感じでねできてきました。ここもっといっぱい出てるよね。あんまりやりすぎちゃうとなんだかわけわかんなくなっちゃうから。そしてです、はい、大事なのはここですよ。うっすらと現れているギザギザのこう影、ちょっとね、暗きで見えないんですけども。このね、大事なこと忘れてた。茶色でグラデーの塗装が入ってるんだ、これ。さりげにこう書いていきましょう。ね。これね、なんで今気がついたかっていうと、影に、このグラデーの塗装の影が落ちてるんですよ。ああ、危ない。見破ってなかった。この辺がこう出てるんですよ。そうするとこっち側にも塗装あるんだね、裏側にも。で、複雑だね。これが、こういう風に影が始まっていくんだけど、この部分のこうあって、そして、ただのなんか影っていうんじゃなくて、ビニールっぽい影がね、こう怪しげに出てるんですよ。いや、面白いね。でね、今気がついた場所に到達します。ここギザギザの影が出ています。ここで発見したのよ。ほら、グラデのね、影が映り込んでる。こんな感じでね、黒豆ちゃんできました。さて、もう一本行きましょうか。これだね。レモンパックソフトクッキー。これちょっと破って中身を露出させよう。露出させよう。じゃないと面白くもなんともないね。これ見える？これ見える？これで、この露出感を出して、スケッチしていきましょう。まあ、これもやっぱりあの、ギザギザから始まる感じ。で、いびつに曲がってって、ビニールだからね。今、緑の方にインク切り替えました。ギザギザ。これ破っちゃったから。で、両方破っちゃってるもんね。破っちゃってるから、こういう感じで破れたところがあっ
リツツ。もうここに出てきてるわけです、お菓子が。ちょっと待って。だから、こう入っていって、いや、あー違うな、こう上がるの。こう上がって、こうパッケージね。パッケージが、こう降りて、こう降りて、ここまでギザギザよ。そして、お菓子が、何これ、クッキー？クッキー、ソフトクッキーだって。ソフトクッキーが下で言うと、こういう風に入っていくんですね。で、ここもこう入りつつ、パッケージの方は破けてんだけど、まだここまであるぞよと。あるぞよと。こんな感じでございましょうかね。はい。で、上にもう一枚のソフトクッキーが入ってって、これはこの子より飛び出してます。ね？こんな感じ。パッケージの柄はこっからグリーンのやつがこういう風に入って、外まで行ってる。で、ここもプレスの熱圧着の跡がこうなっています。こっちもこうなりつつ、こうなって美味しい楽しいスケッチがてん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 とせり上がってっててん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 、こうなってるんですね。で、このパッケージは書かないです、今回ね。ちょっと、時間の関係で。時間のある人は、ちゃんとお名前も書いてあげて、黒豆みたいに。こう、影ありますから、すごい。で、大事なのは、これ、結構ね、アバター、アバターエクボじゃねえわ。ほくろのような、この、穴プツプツを、意外とちゃんと書いてあげてください。忠実に見て。そうするとね、リアリティが出てきて、ここもね、影がこうね、本当に軽くだね。で、ここは、挟んでる部分っていうのは、濃いですから、影。ここ。これも見破ってってね。こんな感じで。で、また下に、下にこうあんまりないね。こんな感じで。だこのプツプツをね、結構適当にあれするんじゃなくて、意外とちゃんと見ていこうっていう感じです。で、ここのところにクッキーが映り込んでるんです。これも見ていきましょう。だふわっとこれね、もうレンズ的に広がっちゃってるから、このアルミがね、これプツプツが見えるんですよ。ここにもクッキーが見えてます。で、この中は影で、こうなっていって、まあこれいつものごとく、ふわっとこう、そう言いつつも、再びここに影が現れます。丸い影だよ、こう。クッキーの丸い影が出てきます。そしてここで上がってって、パッケージの影が出てきて、角もちょっとこうね、本当にとんがってて。で、さらに、今こう書いたよね。もっと濃い影がこっちにいます。うん、こんな感じで。いいよ。いいよ。よ、よ、よ、よ。ここ、ふわふわふわっとなってんだよね、影がね。なんかできてきたでしょ、これ。できてきたでしょ。ね。この影がね、こっちまで降りてってる。はい。こんな感じでございますね。どうですかね。あ、ここに見た。見つけ。見つけ。君見つけ。影ちゃん、ここにいた。こんな感じです。さーて、こんな感じでやりました。なんか楽しいね。これは楽しいかも。お菓子。身近にあってね。はい。ということで、今回はお開きでございますが、次回どんなものやるかね。そう、予告ではね、車のヘッドライトとかいろいろやろうと思ったんだけど、まあ、次かわかんないけど、どっかの回でやっていきたいと思います。メッキ関係ね、またクローム関係やっていきたいと思います。今回これでお開きでございます。ありがとうございました。いいね押してね。チャンネル登録よろしくです。